와, 스타일에 밝게 떠 있었어 너. 발샘 모드 올렸다 그러네. 가오 또 크로 가오, 도치가 혼토노 가오가 대결이나. 오무시로소 대결이네. 먼저 신카마에노 1대1의 대결. 이때미요. 신카마에도 맞다고 미타메와 別物だもんね. これだとどっちが勝つのかな? 黒顔を使う僕が勝ち確定。 ありがとうございます。 なんでそうなの? 先生がハゲてるからだよ。 先生のハゲこの対決に関係ないから。 ルールはこんな感じ。 時間も制限、 レベル30合わせの対決だね。 それじゃあ果たしてどんな対決になるのか 行ってみよう。 楽しみだな。 黒顔その力を見せてやれ。 さあお互いに1対ずつ出していく。お金があるけどあるからいきなり出せるのね。よっしゃ出揃ったぞ。なんかすごい緊張感だ。ものすごい戦いになるんじゃないか。うわ一撃で終わった。<笑>なんだよこの試合。まさかこんなにあっさり終わっちゃうなんてね。というわけで新構えは黒顔の勝ち。値段が違いすぎたもんね。いやいや多分僕が良かったんだよね。 続いてガオ対決行ってみよう。果たしてどちらが勝つのか行ってみよう。今度はこっちだってやってくれるはずだと思うよ。お値段も互角だもんね。だったらどうなるんだろうな。これは全くどっちが勝つのか予想できない戦い楽しみだな。どっちが先に攻撃するんだ。同じ顔だから攻撃タイミングは一緒かな。来たぞ。さあ先に仕掛けたのは黒顔だ。だけど白顔だって。 反撃。クリティカルとはなかなか夜じゃないか。中2回目の攻撃。うお飛んでた。マジで。さすが黒顔最強だよ。ということは超撃乱の中で黒顔が一番強いのかな。タイマン最強鬼ニャンマとも寄らせてよ。先生の挑戦受けてたとじゃないか。三マジ連魔鬼ニャンマ 二度と戦えない体にしてやる。発言が恐ろしいな。さあ行け黒顔。ゲッテの力を見せてやれ。こっちだって鬼ヤンマを単体攻撃強くね。どっちが勝つのか楽しみだな。まあどうせ黒顔の勝ちでしょう。いったる黒顔とどめ刺したらえい。与えられた。鬼ヤンマの逆襲だ。来たよ。 なんとか耐えてくれた。終わった。やっぱり黒顔最強。まさかの対マン対決で鬼ニャンマが負けるなんてね。やはり黒顔が最強だ。いやいや、って言ったらトゲランだったらどうなるかな。勝つんじゃないのかな。それは卑怯だな。一撃で決めてくれたらなんとかなるかもしれないかな。さすがに一撃は無理なんじゃないのかな。頼む黒顔絶対に勝ってくれよ。そろそろ先生だって勝ちたいな。先生はもう人生負け組なんだから負けでいいじゃないか。厳しすぎる発言だな。一気に行ったれ黒顔。いやこっちだって一撃で決めればいいだけの話だ。行ったれ黒顔。 一撃無理だったか。生き残れるからあと2回は大丈夫だ。とどめ刺したらええ。いや動きが遅い。<笑>そっちが攻撃する前にこっちが攻撃できました。ということはこれで終わり。結局黒顔が楽勝の勝者の勝。強いな黒顔。他にもいろんな対決やってみよう。バイバイバイ。ポンポロピー。チャンネル登録よろしくお願いします。